イレギュラーな状態。いきます。お、ちょっとこれ結構ボコついて、おお、一個一個にもドラマが詰まってる。はい、どうもこんにちは、みおりです。いつもお世話になっております。そして、今回のカメラマンがぐしあいばくんです。いや、ぐしけんですよ。ぐしけんか、やっちゃった。ぐしあいば、そう、剣か。あー、刃ね。そう、刃と勘違いしてた。僕の剣の感じはですね、うん、お菓子の片揚げポテトの肩です。具志堅の剣ってお菓子の片揚げポテトの肩なの？知ってるだろ、おい。切り刻んでやろうか。あれ、刀じゃん。カシュレッダー片揚げポテトで、なんて。一緒に伝説作ってこう。おう、はい、ということで今日も始まりましたけども、はい、朝5時だ。田舎のお父さんですか。5時だ。釣りに連れてってもらえるかわかんないですけど、朝5時だって言われて。今日は石田釣り行くから。海釣り？磯釣り。磯釣り？うん、何磯釣りって、うん、まあ、ちょっと場所わかんないかもしれないけど、うんうん、とか言ったりして、うん、るけど、なんか文脈とか関係なしで言わしてよ。うん、鬼滅の刃面白いな。こらえきれなかったんか。ごめん、こらえきれずにちょっと言っちゃって、うん、だからまあその海釣り行くとかの謎の下りは忘れてほしいんですけど。まあでも今日もこれからね作業をしていくんですが、はい、今日ね、ここ最近具志堅がよくやってる作業かなとは思うんだけども、はい、もう命の始まり、まあクワカブシークブリードにおいて、まあ登竜門みたいなところかな、ここが。割り出しやってるんかい。割り出しです。おお、はいはい、はい、割り出し、まあ具志堅最近ね割り出し、そっか、動画多いかな。テッカ、うん、うん、なんて言った。頭テッカテッカって言った今。やらしてもらってっか。ああ、テッカは合ってたんだ。そう、割り出し、うん、はいはい、うん、でこれね、もう動画外でやろうとは思ってたんだけど、タイミング的にできるだけ早く割り出ししたかった。こう早く、うん、しかもイレギュラーな状態。そうっていうので、なんか動画外でやる可能性が高かったんだけど、まあ今日急遽他の、撮る予定だったやつと入れ替えて、まあ僕の都合ですけど、まあこれは動画にしとこうかなというところで、それとりあえず出しましょう、うん、はい、今回割り出すやつこちらです。はい、こちらです。逆、おい。いけ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 。あー、逆だ。ダンシング逆だ。ダンシング逆やっちゃった。右手負傷して。そこまでじゃねえって。そんな体張るなよ。三森ゼロ式。いや、いいよ、あの強くなるからくり人形。俺も頭取れたら、あの出てくるか、うん、騒動。背骨。背骨出てくる。いやいや、うん、人じゃん。人形じゃなかった。あ、うん、おい、あ、これか、ごめん、これでした。すいません、はい、はい、こちらの、まあいつも通りクワガタの産卵セットよく見るケースで、うん、これがね、まあ種類としては、うん、具志堅あんま聞き馴染みないかもしれないけど、はい、ホルスター二股クワガタ。おー、ホルスター二股クワガタっていうのがまあ何種かいるんだけど、はい、これはキオタミっていう種類ですね。はいはい。でこれはね、ランバージャックかな、ランバージャックで買った子かな、うん、うん、結構前なんですけど、産卵セット時期でいうともう12月、うん、だからまあ結構経ってる。なんだかんだ4ヶ月5ヶ月近く経ってるか、うん、結構経ってて、はい、っていうのもまあ産卵セット組んで、まあ食根とかが見えたら、割り出そうかなと思ってたんですけど、はい、全然食根が見えなくて、ということはちょっと雲行きが、うん、かなっていうところであったんですけど、その途中でこれね、もうね落ち着きはしたんだけども、線虫っていう細い、うん、ちっちゃいミミズみたいな、前も動画で、多分ダビソン二股かなとかの産卵セットの時に結構それが湧いちゃってたやつがあったんですけど、うんうん、それと同じような状況になって、ちょっとこれ厳しいかもしれないみたいな状態になってて、ちょっと産卵割り出しするの、まあ食根も見えないしっていうのでタイミング探ってはいたんですけども、結構最近ね、その線虫が、落ち着いてきて、うん、うん、で除去したってことですか。いや、除去じゃなくて落ち着いてで、なんと食根も見えてきてると、おいうところになって、はい、うん、だからまあ幼虫もいるんじゃないかなと。で
これね、相当土が劣化してるから、ここがなんかこう見た感じね、やっぱ線虫とかが湧いちゃうとすごいすぐ劣化してくるから、土が、まあ、そんなにこう栄養がない状態になってるから下にこぼれると危険なんで、劣悪ですか？劣悪だとは思う、そのまあ見た目的には、うん、だからまあここで、まあ、割り出しをして個別に分けていきたいなと思います。はい、はい、まずもう上見ようかな、うん、はい、さあ今回の、割り出す産卵セット今現状こんな感じです。はい、これちょっともう土がなんだろうな、こうな圧縮されてというか、ちょっとこう割れちゃってるみたいな感じではあるんだけども、こう見るとここに食根が、うん、ここに食根が、わかる？ボロボロした、そうそうそう、これも幼虫の跡、メスが、これちなみに結構こう転がし式で材の表面とかに産むタイプの子なんで、うん、かじったりするんですけど、メスがこことかかじられて出てきた感じではなく、ちょっとね幼虫の糞とかが混じった材が粉砕された状態になってるんで、幼虫はいるんじゃないかなと。そう、諦めかけてた産卵セットで幼虫がいてくれそうっていう、僕的にはすごい嬉しい誤算。なるほど、うん、で、ここもね、こうよく見たらちょっと食根っぽいんだよね、ここも。そう、ちょっとだけこう出てきてるというかっていうのがあるから、両方在いそうっていうので、うん、で、僕そんな得意じゃなくて、多分今まで一番多くて6匹とか幼虫取れたのが、おだったから、今回もしかしたらそのそれ以上期待できるんじゃないかなという状況になったんで、かつまあその下の土も結構劣化してて、土の方に行っちゃうとちょっと危険かなっていうのもあったんで、早速やっていこうと、小分けにしていこうと思います。はい、はい、ということで、一度青く鳴らさせていただきます。うん、こっちかな、うん、こっちかな、行っちゃっていいんですか？違いますよ。え、こっち？そうです、あ、こっちか、いつもだけど、こうすれば、まあ、視聴者の人もね、うん、知ってんじゃないですか。なるほどね、じゃあ行きます、青くなります、せーの、はい。いや下手くそか、おい、うわ、魔法学校入り直せえ、ハリーポッターの世界観なの？いや、そうだろ。あ、そうなんだ。青くなる魔法って、俺も知らなかったわ。あの帽子かぶってクラス分けしてもらえブルーいやいや、ちょ、青スリザリンとか、ああ、あるけど、なんとか、うん、ブルー、俺のこの手袋を帽子みたいにしたのを一旦触れてもらっていや、だからそのブルーっていうクラスでいい、あなたはブルーじゃないかの手袋っていう可能性もあるじゃんちょ、こっち、確かにこれで完成です。はい、はい、お笑いの方も完成されました。いや、どうだろうね、納品されても困るやん、はい、こんなものをそう完成したという、まあでもこれでまあちょっと触れる状態になったんで、はい、じゃ早速いきましょうか、はい、多分これ材だけ取れなそう、ちょ、まあ一回チャレンジしてみる、もしかして幼虫がこぼれてる可能性もあるからね。さあいきます、あ、結構やっぱもう固まってるね。で、線虫とかがねここら辺うわっていたんだけど、それがもう見えないから、なんか多分星、あ、星っていうか、もう消滅したのかな。ここら辺とかねすごかったんだよ、ここの縁、うん、そう、それももうなんか落ち着いたみたいで、うん、そう、だから結局何なんだろうね、コバエとかだったら湧くんだけど、コバエ湧いてるわけでもなかったから、線虫が一体何なのか俺はまだちゃんと分かってないんだけど、まあ、とりあえずいなくなってくれたんでよかったです。さあ、あ、開いた開いた、下いる可能性なくはないからね、いきます。お、食根結構あるか、これもしかして、こことかもそうだね、結構期待できるかも。こっちもちょっとじゃあいきます。はい、あ、ここ穴開いてる、あ、いました、育ってくれてるね、早速一匹いました、素晴らしい、まさかのほぼ最速ぐらいのスピードで登場してくれました。いや、よかった、1匹目、予想以上に早い1匹目です。開けた瞬間でしたね、これは期待できるんじゃないかな。
とりあえずこのシリコン製のピンセットでこういう、まあ、便利僕が便利だなと思ってる備品とかリンクでまとめてるやつあるんでよかったら飛んでみてください。はい、これシリコン製のピンセットでちょっと1匹早速つまましてもらいました。はい、うん、いや幸先めちゃくちゃいいね。幸先よしはね、あ出ました、久しぶりじゃない、あいつ具志堅がすぐつけるけど、まあ、たまにしか出てこないから、うん、その男シリーズ、うん、これが出たということはいいんじゃないですか、うん、そう確かにこいつは俺いい印象あるわ会いたいと思ってたもんこれ土の中もいるかもな、もしかしたら。ちょっと土からひっくり返してみようかな。いきます。こことかねちょっと穴開いてるんだよね、うん、さあ行きましょう。ちょっと心配だけどどうでしょうか。土自体が劣化してるからどうだろう。さあ、あでもこことか穴あるよ。確かにちょっと中国人の日本語みたいになっちゃったけど、穴あるよ。あでも戻ったかな、もしかしたら下に落ちてそっからまた戻ったかも。これは止まり木かな、止まり木の取り残しですね。ケースの底の部分の土の感じは、いやこれまあだいぶ劣化してる。ここに長期間いると危険だね。まあ4、5ヶ月か、うん、水分とかも相まってっていうのもあるかもしれないけど、でもやっぱもうこの状態はもう早できるだけ早めに変えた方がいい。土の状態ちょっとなんだろう、泥っぽいというか粒感がなくなってこう なんて言うんだろうね、すりつぶせるというか、結構やっぱ言ってもクヌギとかが粉砕されたやつが発酵してこう黒ずんでる感じだからちょっと粒立ってるんだよね、新しいやつって。それが全くないから、あでもいないな。でも星になってる、もしかしたらその孵化してすぐこぼれちゃった子とかがいたら星になっちゃってるかもしんない。でもさっきの子ぐらいのサイズで星になってた場合は頭に残ってたりとかするから、そういう感じの子はいなそうだね。だからちょっともう餌として、あ食えないなってなって材に戻ってった可能性はあるかもしんない。よし、じゃあこれでちょっと割っていきましょうか。どっちから割るか。こっちもやっぱ結構ボコボコだもんね、こことか、はいはいはい、こことか泥ついた土がまとわりついた材だけども、こことここ穴開いて、こっちは幼虫だけど、幼虫取れたけどどうでしょうか。よし、じゃあこれからいきましょう、はい、じゃあこのドライバーで割っていきます。割れるかな手で、結構食ってたら割れるかも。ちょっと泥だけ入って、よし、さあ、あ割れそう、柔らかいね。お待って、結構真ん中からできれば行きたいとこなんだけども、あいそういるね、ちょっと待ってよ。ちょっとラインだけ、あこれ割れないか、割れなそうだな。ちょっとじゃあ割っていって、ちょっとずつ割っていきます。お、お、いました。はい、あ、これか、俺が今見つけたやつ。はい、2匹目なんかぬるっと見つけちゃったけど、はい、お、元気そう、いい感じです。はい、素晴らしい。あ、目標言ってなかったわ。いや、まあ、抜けな、いいじゃないですか。5億おいだ、イチローが今までファンにサインしてきた回数がすごい多いな。さすがのファンサービスだね。手とかやばいんじゃない、練習の合間見て5億って相当書いてるよ。知らないでしょ。知らないかい、具志堅はいつもそうだよ期待を裏切らない期待を裏切らない、知らない、何も知らない男そんなの知らんをあーやだね、やだねったら、うん、じゃあ歌じゃなくてさ、あ確かに5億は多すぎるね、うんうん、でも6が一番多いから、うん、6超えたら嬉しい。なるほど、うん、手ぐらい、まだそう、あんまり自信はないから、ただもうすごい幸先はいいからちょっと超えれる可能性はあるかもしれない。潜んでてほしいな、うん、いやそうね。ちなみにまあなんだろう、厳密に言うとまた別の種類なんだけど、その亜種、俺が6匹取れたのはフォルスター2子っていうやつ。こ
これは清民っていう、西の方がちょっとなんか個人的な印象で言うと立体感強めのちょっと迫力あるタイプの清民だ。ぜひランバージャック昆虫ショップの再生リストからおそらく見れるはずなんで、ちょっと過去動画遡ってみてください。成虫の方はさあ、いきます。お、いるね、いました、いました。手で割れるね、柔らかくて。はい、お、素晴らしい、いました。お、いいね、綺麗に。はい、あ、引っ込んでった。はい、ちょっとじゃあゆっくり、まあ、幼虫傷つけないように、傷つけるのが一番良くないから。あ、でもそんなにこうたくさんいるわけではなさそうだね、やっぱりね。すごい材も食われてはないから、そんなここら辺とか食痕がこうちらほらあるって感じで、結構やっぱオオクワガタとかたくさん産んでる材とかはもう今だから4ヶ月5ヶ月放置してたらもうボロボロだったりするから、そこで言うとやっぱ数は少なそうかな。さあ、お、来ました。二股系は、うん、こういう材の中に産みのが特徴ですか。ああ、そうね、基本的にやっぱ材産み、うん、はい、いました。はい、やっぱもうだから土、まあなんか土にも産むな。ダビソン二股とかは結構、まあ材にもうダビソン自体が、昼動画で上げたクワガタなんですけど、ダビソン二股自体が結構こうたくさん卵を産んでくれる印象はあるけど、うんうん、ダビソンはだから材を埋め込んだ方がたくさん取れますよみたいなコメントがあって、試しに材を埋め込んでみたらすごい取れたから、うん、そこで言うとダビソンは埋め込みで結構やってる、うんうん、まあ、ちょっと材が見えるぐらいで、うんうん、で他は結構もうパンパンって置いてるだけなんだけど、ちょっと試しに半分だけこれは埋めてみた、うん、けど下の方もかじってたから結構まあ埋めても問題はないかもしれないけど、うん、結果的にまあ材を好む種類ではあるかなとは思うから、うん、まあ、転がすだけでも置いとくだけでもいいかもしれないです、やっぱり、うん、まあ、置いとくのがまあベタかもしれない、うん、まあ、そういう部分の産卵セット組み方とかは僕飼育も去年出させてもらってるんで、うん、それ概要欄から購入できるんで、よかったらそちらも飛んでみてください、うん、はい、でも今ね俺ずっと うん、気になって開いたな。そう、ずっと下見てたけど、うん、シリコン製のピンセットなくしちゃった。あった、え、あった。そう、こいつはこいつすぐどっか行く。いやいや、そんな意思は持ってないでしょ。あ、でもいいね、幸先いいね。もう半分取れてるから目標の。さあ、あとはでも食感もね、まだ見つけられてないからな。こことかワンチャンあるかなってぐらいかな。でもかじってはいるけどね。ちなみに材は肉薄葉材、食菌肉薄葉材の、まあオオクワガタに使おうと思って置いてたけど、使うタイミングなくて8ヶ月ぐらい放置してたやつで、すごいやっぱ菌が回って材が柔らかくなってくるから、その柔らかくなったやつをこういう二股クワガタとかコクワガタとかに使ってます、僕の場合は。で、まだ硬いやつをオオクワガタに使ってるって感じですね、僕は。それが楽だし、いろんなのに使えるから僕はそうしてるって感じです。さあ、結構芯が多いね、これは。その幼虫もなかなか入れない部分、硬い部分。そうは言っても結構置いてるからだいぶ割れはするけど、あ、でもいなそうかな。あ、ここの食痕はあるけど、これが幼虫が食い進んだと。明らかに違うもんね、様子が。けどもう取れてるかな。うん、そうね、これで一旦、まあ、無理に割るのも怖いんで、これでとりあえず1本目終了。はい、はい、さあ、そしてこっちも結構ね、表面はあんまりここだけだけど、後ろが結構ここら辺とか食痕あるから全然ありえるかも。よし、じゃあこっから行ってみましょう。結構この食痕近くって幼虫がいる可能性高いから、食痕がない場所、
かつ僕の場合はこういう端からドライバーをこう入れてこう割る方が、まあ、幼虫に接触しづらい、幼虫がいないだろうなって場所からこうじりじり攻めていく方が安全かもっていう風に僕は思ってます。ただまあなんか材割りペンチ君っていうこうドライバーとかじゃなくて材割りに特化したペンチみたいなやつとか売ってたりするんで、そういうの買った方がいいかもしれない。さあ、いきます。お、いた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 、おお、はい、いました。素晴らしい、綺麗に。発掘感えぐいよねこれね。やっぱ材割りは楽しいよね。またその割り出し、普通に単純に幼虫を取り出すのが楽なのはやっぱこう土を固めたやつだけど、やってて楽しさを感じるのはやっぱこうこういう木とかを割ってる時がやっぱ楽しいね。そっから出てきた感じだ。かぐや姫とかまあそういうことかもな。いや通じないだろ、通ずるものがないだろさすがに。ないかな、願望が強すぎるな。たまに幼虫も光る時あるしな。姫じゃねえかな。かぐやのよ。かぐやんとこの姫じゃない。かぐやんとこの姫ってあれ名字なんだ。あんま知らないんだよな。確かに俺も知らないからちょっとドキドキしながら言ってる、合ってるかどうか。あ、さあここの直根も行ってみましょう。お、います。素晴らしい。お、進んでるねこいつは。結構大きいんじゃない？粉砕してるな。お、いいね。はい、おお立派。こいつ結構大きいね。確かに。こいつが一番大きい。順調。ああ、こいつの食根がすごい大きいな。こいつぐらいかもな、もしかしたら。さあどうだ。あとは、あと1、2匹いないかなと思って。おお、いました。嬉しい。確かにここの食根まだ取ってなかったな。でもここら辺結構ボコついて、おお、これ最高の2枚抜き。いや、そんなストラックアウトみたいに言わないで。これこっちの幼虫を取るために割ってたら近くから出てくるのはもう最高の2枚抜き。ストラックアウト。おお、まさかの、まさかの3万、3万抜きです。いやいや、数桁増やしすぎだって。めちゃくちゃ抜いちゃった。準備するのも大変だから、生産追いつかないよな。あ、これは嬉しいね。縦にパンパンパンと。だって一匹目見つけたやつもう見えないもん。わあ素晴らしい、これ嬉しいね。うわー、でっか、立派に育ってる。こいつは早かったね。ちなみに、2ヶ月ぐらいこの産卵セットで産卵してもらってた、メスは。産卵してもらってたってか、こう置いてた餌と一緒に。で、そっから、メス取り出して置いてたって感じですね。消えちゃったな。結構すぐ潜るよね、すごいよね。さあ、ちょっと落とした方が早いかも。いきます。あ、結構下にいるわ。あ、見えた。あ、いました。はい、素晴らしいです。これはい、いいですね。まさかの3連ちゃん、すごいすごい。これはなかなか見れない。さあ、あと何匹かいるか。もしかしたらあのちっちゃい子もいたからね。それで考えると見落とす可能性も全然あるな。兄弟でもこんなに差が出てくるからね。なるほど。卵が産み落とされた時期とかで、そういう考えると、まあさっきの材ももしかしたらいるかもしれない。さあ、あとはいないかな。あー、もういないかな。基本は食根がある周りに一匹いるって感じだから、新しいそのまだ取り出してない子の食根みたいなのはまだ見られはしないからね、もういないかもしれないけど、全然さっきの最後のちっちゃい子とかだったらまだ食根がそんなにこう見つけられるような食根じゃなかったりもするから、そういう子もいるかもね。まだ希望は捨てちゃダメ。
だからまあちょっと諦めずにやっていきましょう、はい、まだまだこんな塊あるからたくさん、うん、まあそうか、そうだからもう絶対にこういると思ってやんないと、いないと思ってやっちゃうと結構こうそれでこう悲しい出来事になりかねないから幼虫を潰しちゃうとか、だから慎重に絶対にもう一匹いるっていう気持ちでやりましょう、うん、そうだから間違いなくいるから、何してもだいぶ財布ちっちゃくなってそう、そうそうそう、だからまあ幼虫がまあもうできるだけまあ幼虫がもういないって思って、それでもちっちゃいやつとかをこう変にバッとやったりしたら幼虫がいてっていうことも全然あるからね、うん、だから全然諦めない方がいいですね、はい、そうだからもうちょっと諦めずにやっていきましょう、まあまあそうか、うん、そうまあ別に今日1回で取る必要もないんだけど、まあ取れる時は取った方が、これが材が硬かったら結構もうこういう破片で諦めたりします、なんなら もっと太い状態でもやっぱ硬いとこう力入って変にこうバキってなって幼虫傷つけるとかあるんで、そうならないためにも、だから今回は柔らかいからできるだけちょっと見ていく、はい、うん、たくさん幼虫が、さっきの最後の幼虫なんてもういると思ってなかったからね、うん、だからもう絶対あと1匹います、いやもうさすがに諦めてよ、口数多いなとは思ったし、あとそのポケットにいるなんてビスケットじゃないんだからいやそう、あ、ビスケットはいるのか、ビスケットはいる時もあるよいやなんでだよポケットに、あんま聞いたことないんだってあれ、あの歌俺ずっと共感できてなかったわポケットの中にはビスケットが2つのやつ持って行ったってこと、何ってなってた、あるでしょ子供なんだから、うん、あるか、そうか、あ、まあでももういなそうかな、まあいるかもしんないけど、はい、まあ一応これで終了です、はい、はい、いや素晴らしい、予想以上にいてくれた、うん、かもしんない、これはちょっとこれまず戻しましょうか、じゃあこれちょっと戻しましょう、いきます、せーの、はい、はい、戻し終わりました、はい、また別のケース、これにこのこのタイプのケースに僕の場合は入れて、もし幼虫が見落としてた場合もうすぐ捨てちゃうと環境破壊にもなりかねないし、っていうのもあるんで、まあそういう処分の方法とかはまた別動画とかで言ってるんであれですけど、まあ、僕の場合はこうやってまあ万が一見落としある可能性もあるんで、一旦また別のケースで放置して、何ヶ月後かにまたひっくり返して幼虫がいないか再度確認してっていうのを繰り返して、まあ、最終的に処分するって感じですね、はい、これで、はい、さああとは結果です、うん、いや結構いたんじゃない、確かにね、そのちょっと自信ない中から、うん、何匹になったのでしょうか、来ました、結果8匹です、おー素晴らしい、6匹、今まで最大6匹だったところを2匹も超えてくれました、すごい、いやよかったよかった、うん、しかもしっかり健康的に育ってくれて、うん、よかった、ちょっとねこう下の土とかが劣化してたから心配要素はあったけど、うん、材の中ですくすく育ってる子もたくさんいて、うん、そうね、まあもっとたくさんいたりとかしたら結構まあ材もボロボロになってたかもしれないけど、うん、材、うん、自体は材自体の感じ的にはそんなに食根なかったから、そのあんまりなんか6匹とか、まあ、なんまあ正直3、4匹いてくれればいいかなっていうところからこんなたくさんいたんで、うん、やっぱこうドキドキとこうドキドキを乗り越えた先のこういう嬉しさみたいなのをやっぱ改めて何回でも感じれるね、やっぱもう産卵セット一個一個にもドラマが詰まってる、うん、うん、だからもう甲子園、あーちょっと土も黒いし、いやそうそういうわけじゃなかったけど、うん、確かに甲子園の土ぐらい黒かったけどねはい、まあまあこれこのケースのこの黒土たちは僕が綺麗に食べます、いや食べないでよあ、具志堅も食べる、いやいや、でも成長はできないよ幼虫のようによそうね、まあもう無事に8匹取れて、うん、まあこの子たちは禁止便でまた管理して、はい、おそらく羽化するタイミングで羽化掘り出しのタイミングとかになると思うんで、まあ10ヶ月後とか、うん、1年後とかにまた登場するかなとは思うんで、うん、ぜひ楽しみにしててください、はい、はい、具志堅的にはどうだった、いやそうっすね、最初の話聞いた時は、うん、
ちょっと心配になるようなとこから、うん、まあ見た目でなんか良さそうなんじゃないかっていう入りで、うん、あーそうで、やっぱ財の中にこんだけ健康そうに見えたので、うん、幼虫の状態も、うん、で、あの財から出てくるのもいいですね、見ててもこっちも気持ちよくなるぐらい、なんかすごいパカって割れた時に、うん、確かにもう宝のような幼虫だった、ね、確かにトレジャーハントね、はいはいはい、そんな感じだよね。うん、であのボロボロに食根ですか、うん、食根のあのボロボロに幼虫が進んだ後、はいはい、なってるとこも、うん、もう幼虫の段階でこれぐらいパワーがあるというか、いやそう、あの結構よく見たらその顎、うん、はいはいはい、顎も結構たくましいからね。うん、材の中を突き進んでる感じも、うん、毎度見てもすごいなと思います。すごいよねやっぱ、うん、うん、なんでこの成虫になったのを見てみたいですね、うん、ああそうか、牛犬クワガタ、うん、清武、清民、あ、清民、うん、清武はあのオリックスが、オリック、いや、ちょ、俺にも言わせてよ、一旦ごめん、サッカー選手、セレッソ大阪の、あー、でもぶつかるな、おいおい、昼休憩後のぶつかり稽古2回目かよおい何部屋だよこれ、クワカブの部屋だわほんとに勘弁してよ。清武は違う、サッカーもあるかもしんないけど、うん、オリックスのキャンプ地だから。ああそうなの、うん、清武町あるけどね、清武スタジアム、今名前変わってるかもしんないけど、町の名前でもあるんだ。そう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 、うん、なかなか宮崎市と合併しなかった町。あーそう、まあ、自立できてたのかな多分。そう清民か、そう、清民、ホルスター清民、ホルスター清民、結構、なんだろうな、ほんと四角クワガタに近いかも、その感覚は。牛犬がだからすごい好きなタイプかも、はいはい、で、まあ、清民とか、まあ、ホルスター、ホルスターって原名のやつとか、うん、あとホルスター、ニシ、僕が知ってるのはこの3種類は、ニシっていうのが一番なんか立体感を感じるかもね。うん、すごいかっこいいから、また牛犬と1年後、うん、羽化掘り出しの時に牛犬と一緒にやれるのをちょっと楽しみにしてるんで、はい、お互い長生きしましょう。ああまあね、はい、すごい初めて聞く締めだったけどまあ間違ってはないから、うん、そうね、うん、だから皆さんもぜひあの楽しみにしててください。はい、はい、そんな感じで今回の動画は以上になります。ご視聴ありがとうございました。